どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回のテーマ曲はですね、大人の魅力満載のあの名曲桃色吐息、高橋真理子さんが歌っておりましたけど、いろんなアーティストにカバーされてジュジュさんなんかが歌っておられる女性のね、こう心持ちを歌った名曲でございます。ガズレレ流簡単バージョンでやっちゃいましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン、後半はあの独特の世界観をこうちょっと大きな感じのスケールのリズムなんですよね。かっこいいリズムです。つまりかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあ大好きな曲、憧れの曲、いつも聴いてる頭の中で流れてる曲を CD 聴いたりカラオケで歌うのもいいんですけど、楽器と一緒に弾く、弾いて歌う弾き語り、ぜひ体験してください。これ最高に楽しいんですよ。そして誰でもできます。ウクレレだったらですよ。楽器が苦手だなとか、音楽私才能ないんですっていう皆さん、ウクレレだったらできますから。ゲームも4本しかないし、ちっちゃいからいつも触ってられる。これでぜひ音楽やってみてください。ほんと楽しいですからね。はい。で、他の楽器できる方もウクレレでやるとまた全然違うので、ぜひ、やってみてもらいたいんですけど、どうやったらできるか。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ながらウクレレ触ってるだけでどんどんできるようになります。もうちょっとしたらこの辺にリンクを貼るんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、その数字の順番通り動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私も弾けて歌ってんじゃんってすぐなりますから、やってみましょう皆さん。はい。で、 YouTube ですからね、ガズレレ YouTube はいつでもどこでもスマホでも見られるし無料です。はい。ちょっとこうステップワンステップワッと踏んでやってみましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには私ガズさんが今まで取りためてきた超絶簡単ウクレレレッスン動画が700曲以上アップロードされております。ありとあらゆる音楽です。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、何でもありますからね。さっきのリンク先のところに行くと曲名検索とか歌手検索できたりとか、ジャンルボックスから探せたりするようになってますんで、お気に入りの曲をどん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 ウクレレで演奏しちゃいましょう。さあそれで桃色吐息、まずはシンプル初心者バージョンからやってみます。桃色吐息、いいですね。大人のラブソング、しっとり歌いたいやつです。はい。ガズレレ流簡単バージョンやってみました。今なんかもちろんガズレレ流ショートカットバージョンですので、フルでやりたい方、2番のこう歌詞を書き足してね、フルコーラスぜひ挑戦してみてください。動画のテロップと一緒にできた方も、今度自分で書いてね、ノートとかに
それを見ながら自分だけでやってみましょう。その時の参考になるようにガズさんのノートを見てもらおうと思うんですけど、今やった、シンプル簡単バージョンはいきなりあの歌から入ったんですけど、後半かっこいいバージョンではイントロもやります。ちょっとここいろいろ書いてある、後でしっかり解説します。なんで今はまずこれをね、書いておいてくださいませ。ここサビ、サビですね、1のサビ。で、ここも感想もね、今やったのはここです。ここイントロフレーズ、まあ、つまりここをやろうと思うんですけど、まあこれも後で解説。で、これがですね、面白いことによく A メロとか B メロとか言うじゃないですか。これね、A、B、C メロになってるんですよ。この辺がなんかこの曲のだんだんこうドラマティックになっていく秘訣かなと思うんですけど。はい、ちょっとこれを見ながら。コードはシンプルですよ。はい。コードはシンプルだから、まあその分こう歌にね、やっぱり感情を込めていくっていう感じで、ね、できると思うんでやってみてくださいね。はい、じゃあここから、C メロみたいな。ここに伸ばすとか書いてありますか。こういうのもちょっと見逃さないように。テロップにも書いておきます。はい。で、まあ、ここにイントロフレーズって書いてある。また、ここのイントロフレーズ、かっこいいバージョンでやります。で、ここサビ2ですね。金色、金色、銀色ってやって、で、時は短すぎてまでいったら、今度またサビ1を、ここをやって、ゆっくり伸ばして弾いて終わったというのが、今のガズレレ流簡単バージョン。です。じゃあ出てくるコードどんどんいきます。今日ちょっとスペースなくなっちゃったんで文字だけですけど、どんどん言いますよ。 Am、C、F、Dm、D7、G7、E7、Em7 です。これはですね、ここにも書いてあるんですけどね、はい、ガズレレ必須コード、オールスター勢揃いのやつでございます。ガズレレ必須コード、このガズレレ必須コードというのは何かと言いますと、コードのグループなんですけど、コードっていうのはね、もうどの楽器やるんでもやっぱ覚えなきゃいけないんですけれども、もう星の数ほどあるんですよ。全部覚えるのはもうそもそも無理で、じゃあどうやってコードを覚えていこうかっていう時に、このウクレレにとってものすごく便利で仲良しで、ものすごく使えるコードのグループがあるんです。そのことをこれ私言っております。はい。で、このね、10個ぐらいあるんですけど、ね、とはいえ10個って覚えづらいでしょ？でも1個ずつ見ると指1本とかだったら簡単なんですよ。全部簡単、10個はあるけど。で、そういうのをね、頭にスッと覚えられるように、わかりやすく解説してる動画、私がもちろん撮ってますけど、ここに貼っときます。ここはわかりやすいんで、ぜひとも、この10個のコードマスターしちゃったら、ほんと世の中の曲結構7割、8割はできる。そのぐらい言っても大げさじゃない。まず最優先で覚えてください。なんで今日はそれをメインでやって、今のシンプル簡単バージョンはこれだけでできますよということです。はい、どんどんやりましょう。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。先ほども言ったんですけど、今回かっこいいバージョンイントロつけます。イントロで1個だけ違うコードが出てきますんで、ちょっとそれだけ解説をしましょう。コードはね、はい、これですね。はい、こちらのコードですね。これ A のサス4というコードです。はい、簡単ですよ。はいはい、ちょっと解説一応しますね。押さえ場所、こことここの2箇所ね。だからこうやって押さえるのがいいですね。こうやって押さえるの、はい、A のサス4、はい、これをイントロで出てきます。どうやって出てくるかということなんですけど、まあ、一緒ついでにと言っちゃなんですけど、このマークも出てきます。この矢印マークはシンコペーションといってですね、リズムが前のブロックにスコーンと食い込んでくる、ダーンと食い込んでくるやつなんですね。なんでこれちょっとテロップ、イントロのテロップ見てください。 A サス4から矢印があって Am があるでしょ。はい、ここをちょっとやってみましょう。 A サス4こうですかね。ワン、ツー、スリー、フォー、こうですね。じゃんじゃじゃんじゃじゃ、今食い込んだでしょ。これ矢印がなかったらじゃんじゃがじゃんじゃがなんだけど、矢印があるとじゃんじゃバーンだだ、リズムがバーンと1個前に食い込んできた。これをやりたいです。 A サス4から Am、 はい、その後にイントロのコード次フルで乗せます。A サス4から矢印で Am、 その次に Am って書いてあってフレーズ1って書いてあります。これがねちょっと難しいんです。これはね、後で解説しますわ。ひとまず。これ後で解説する。それを解説する前に、まず曲全体のリズムを、言っておきますけども、これ。はい、これ。8ビートのチャというリズムでやるんですけど、ここからが問題ですよ。チャの位置を、2ブロックに1回チャレンジします。ちょっとサビのところでやってみますと、毎回チャを入れないんですよ。ちょっとやってますね。咲かせて、咲かせチャ。わかります？チャの位置が2ブロックに対して1個なんですよ。咲かせて咲かせてチャ、ここですからね。じゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃチャ、はい、こんなイメージでやります。そうするとすごくこうストロークが長いリズム、ドンツ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 バッドンツ、こんな感じのこうゆったりした空気が出るかなと思って、
基本的にはこれ8ビートのリズムです。で、8ビートのチャには変わりないんですけど、チャの位置が2ブロックに1回ということで、こういう認識でやってみましょうということで、これ、このリズム結構特徴的で、なんかこの曲にぴったりなアレンジになったなと思って自画自賛ですけど、はい。こんな感じで大きいリズムでやってみましょう。で、このリズムの確認をしたところで、先ほどイントロのフレーズ1っていうところにちょっとの戻りたいと思うんですけど、ちょっと聞いててイントロやってみますね。ワン、ツー、スリー、イントロ。ダンス。このメロディーがすごくこうイントロで印象的なんですよ。これフレーズです。このフレーズを、書いたのがこれにこの表になります、はい、一番上が1弦ね。1弦の0、2弦の0、2弦の3、2弦の0、1弦の0、2弦の0、2弦の3、2弦の0。ここは1個ずつ弾いていきます。0030、0030、はい、これちょっとこの辺に貼っときますね。ちょっともう一回やってみようか。A サス4から A マイナーシンコペーション。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。この後ですよ。1弦って一番下ですかね。0、次2弦の0、次2弦の3、次2弦の0。はい、こんな感じです。1、2、3、4。こんな感じです。このテン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 ってやってる時にこの3弦と4弦 Am 押さえまっぱなしにしといて、これ伸びてる中でフレーズを弾くっていうイメージがいいと思います。ちょっともう一回ね。この時にこの音が残ったところでってなる。この辺がちょっと意識しておくとね、だいぶこの世界観が良くなると思いますよ。これをちょっとイントロフレーズ1としてやってみようと思います。これ結構ね、そのサビの前に入ってきたりするんで、おお入ってきたって感じで、ちょっと難しい方は Am で弾いちゃっても大丈夫ですけど、でこういう決めをねちょっと入れるだけでまた曲の奥深さがこうね深まると思いますんで、はい、この桃色吐息という曲はこうやっぱりね、大人の女性のこうなんかこういけない愛みたいな雰囲気ありますもんね。その雰囲気をこうガーッとこう全体で出せるようにセクシーにやってみようと思います。じゃあ行きましょう。桃色吐息ガゼレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、ゴー。咲かせて咲かせて流かっこいいバージョンやってみました。まあこの曲はねこうセクシーにちょっと大人な感じでね、あこう切なくこう表現力をねやっぱりこういっぱい出せる曲だと思いますんで、もうそれぞれの人のねそのそういう魅力の出し方って違うと思うんで、本当ねこれね深いですよ。はい、皆さんも思いっきりそういうのを出してムード表現力
はい、想像ですからね、こういうのはね。あ、楽しいですね、音楽は。はい、どんどん皆さん歌いましょう。さあ、ガズレレですけれども、この小さいウクレレ持って日本中飛び回ってリアルイベントやってます。このイベントは一緒に歌うやつで、私のコンサートじゃないんです。皆さんウクレレ持ってきて一緒にワイワイやりましょう。初心者の方も上級者の方も来たら絶対面白いことばっかり。一人の方もみんなの、お一人様も大歓迎。お友達同士も大歓迎で、気楽に遊びに来てください。会いに来てくださいね。はい、あと本もいっぱい出していたり、このウクレレに関する情報とか、ガズレレいろんなことやってまして、この後ちょっとご案内動画引っ付けておきますんで、お時間ある方、ない方もご覧になってくださいませ。今日は見てくださってどうもありがとうございます。それでは今日のガズレレはこれでおしまいです。ではご案内動画、どうぞ。はい、皆さん、ガズレレホームページをまず最初にご覧になってください。はい、ガズレレ .com ですよ。ここを見たら大体のことわかります。リンクもここに貼っておきます。さあ、次のガズレレイベントですけど、はい、こちらです。まず東北行きますよ。9月の22、宮城県イオンホール名取。その翌週9月29、山形イオンモール天童です。はい、これはね、東北攻めます。今年の夏は、夏じゃ9月だからもう真夏じゃないかもしれないですけど、東北でウクレレっていうのがね、これ面白いな。皆さんぜひ来てください。両方とも島村楽器さんの主催のイベントになります。イオンですよ。はい、でウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートじゃないよ。みんなと一緒に歌って、みんな全員が出演者のイベントみたいな感じですからね。これがね、そのイベントに来ると私のね、あの話を聞きながらやるとね、もう本当にね楽しくなります。本当これはね、来た方がいいですよ。もうこの先のね、音楽人生が変わるっていうぐらい言っちゃいました。はい、でも、まあ、とにかくもう私に会いに来てください。お一人様でも大歓迎、仲間内でも大歓迎、もちろん私がいるからどなたでも大歓迎でございます。よろしくお願いします。あと本いろいろ出します。これはですね、今年の夏はこれがヒットしてます。100曲入りの立東ミュージック社さんから出てるガズのソングブック、100曲ですから、ぜひ皆さんこういうの本もね、いっぱい見てくださいね。あとはこのウクレレなんですけど、クラウドファンディング大成功に終わりまして、なんとか皆さんの手に届けようと思って今動いてますね。もう少々、お時間をお待ちくださいませ。こんなね、この水引きなんかもね、あのホームページ上で販売してますんでね、ぜひ皆さんホームページいろいろ探ってください。楽しく音楽やる毎日素敵ですね。どんどん楽しみましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。